日本中を熱狂の渦に包んだカタールワールドカップ、皆さんはご覧になりましたか？今回は好セーブ連発で日本の躍進に貢献したあの人とスペシャル対談。サッカー日本代表の守護神権田修一選手をお迎えして、ワールドカップの裏話や取り入れられた最新技術などを聞いていきます。ドイツ強え、やべえ、はい、あ、こんな強いんだとは思いました。それ聞くの？それ聞くの？見ろよちゃんと吉田。世界的な取り組みの SDGs、内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつもを幸せにリクシル。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール。今回は特別編ですということで、はい、私中田浩二が進行させていただきます、はい、頼むよ浩二さん任せてちゃんとやってよ、はいはい、まあ日本中がね熱狂したワールドカップをついに終了しました。篤人、はい、も現地に行ってました。行きました。浩二さんもいました ね一緒にいましたけど、はい、練習とか見ましたもん ね代表ちゃんと見てたもんね練習。いやいや仕事やちゃんとってなんすか。え、ちゃんと見てたじゃん。俺ちゃんと見てました。浩二さんはなんかこうふわふわふわしてたもんねまあそんな話はね、俺らの話はいいんですよ。今回はそんなワールドカップで熱戦を繰り広げられ、はい、広げた日本代表選手にも大会の激闘秘話をたっぷり聞いていきたいと思います。それでは早速ゲストをお呼びしましょう。サッカー日本代表の守護神権田修一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく立って受け入れなさいよ。こうやってよろしくお願いします。そんな先輩2人に立たれたらもう僕座れなくなるカタールワールドカップでは好セーブ連発で幾度となく日本の危機を救った権田修一選手。今回はそんな日本代表の守護神にワールドカップの激闘についていろいろ聞いていきます。まずはワールドカップお疲れ様でした。ありがとうございます。でした。疲れてますか今は。今はサッカーじゃない疲れが。そうですよね、はい、だってもうすごい出てるもん。ゴンちゃん喋り上手くないですか。うん思った、ね、もうインタビューとか聞くと聞く側ってやっぱり答えてほしいの、はい、あの喋んないやつとかいるじゃないですか、うん、やつだって喋んない選手いるじゃないですかあの例えば牧野とかは1聞いたら100返ってくる、うん、2聞いても 1.5 ぐらいしか返ってこない選手がいるから、はいはい、ゴンちゃんはね本当にこう聞きたいことも言ってくれるしそれ以上の答えが返ってくるからすごい助かってました、うん、だ試合負けた時もゴンちゃん結構話してくれて、ちゃんと負けた時に喋るっていうのはそうあれはちゃんと喋ろうって思ってるんですか。まあやっぱ負けた時もやっぱ見てくれてる人がいるじゃないですか、はい、メディアの向こうにはたくさんの方がいるのでって思って喋るようにはしてました。ありがとうございます。本題に行く前にまずはこんな話題から。どう篤人さ、だからゴンちゃんの活躍見てて、いや僕はもう何歳だっけやってんの一緒に。多分15とか16とかっすよね。もうぐらいからやってるんですよ、うん、あのアンダー世代でね。そう、はい、だから僕もゴンちゃん言うてますけど、うん、僕もウッチーです。そうそうそう、うん、ずっと年的には1個上なんで、ね、1個上です。ウッチーが1個上です。篤人が1個上で、はい、だけど別にもうねずっと一緒にやってるし。そうっすね。でもなんだろう、ゴンちゃんが A 代表のゴールキーパーって各年代の時ってそんなでしたよね。自分の代では出てたっすけど、うん、上の要はそうそうそう、ウッチーの代とかは林明君がいたりと か北京も周作君がいたりしたんで、そうそうそうと年代的にね狭間になっちゃうんですよ、うん、ゴンちゃんの代って、うんうん、ちょうどいい年代じゃん。アンダー20だったら18ぐらいで迎えちゃうんだよね。そうっすね。一つ下の世代っていうかね。そうそうそう。でゴールキーパーって難しいじゃないですか、うん、だからあやっとゴンちゃんがこうトップのトップで頑張ってるって思ってた試合中にゴンちゃん頑張ってるんだと思って。そこからしたらウッチーがこう、ね、高校生の時一緒にやってたウッチーがもう A 代表でブラジルのワールドカップの時とかバリバリやってて、うん、でもシャルケでもやってて、なんかそう最初16、17の時はウッチーみたいな感じだったのが若干いけなくなってくる時期もありました。内田さんがちょっと内田さんがちょっとやっぱ一気に上がっちゃったんで、うんうん、ちょっと世界にね羽ばたいちゃった羽ばたいちゃったんで
何も今立場逆転、そういうことです。でも嬉しいです嬉しいです、こうやってうっちーの番組に呼んでもらえるっていうのはすごい嬉しかったです。それでは早速カタールワールドカップについていろいろ聞いていきましょう。ここからは、激闘を振り返りつつ、はい、試合やその裏側について聞きたいでしょ。アッツと今回のワールドカップで権田選手に聞いてみたいことってあります？なんだろう、ディフェンスラインがね、うん、まああのまあ、これちょっとシステムの問題になっちゃうんであれですけど、はい、3枚で頑張ったじゃないですか、うん、3バックって言われて守りをこう固める戦法になったわけですよ、うん、日本はそれをでも今まで準備してこなかったというか、うん、どちらかというと4枚で守ろう、うん、本番は5枚で守ろうみたいな感じだったんです。そこら辺のなんかこう違和感じゃないけど調節の仕方っていうのは難しくなかったの？準備していなかったシステムにもかかわらずサッカー強豪国を打ち破り大金星を挙げた日本、果たして躍進の秘密とは。守るっていうことに関しては、はい、それぞれのまあゾーンがよりこう細かくなるというか、はいはいはい、4枚だとやっぱり 68m を 4枚でこうカバーしなきゃいけないので1人の守るスペースが広くなりますけど、あの5枚いるとやっぱそこの横のスペースっていうところのあのカバーはすごくあのまあやりやすくなるというか、ただやっぱ5枚になる分前に人数が減ってしまうので、じゃプレッシャーに行くときにどう出るとかっていうのは最初はすごくこうみんなでこれどうするみたいなのはすごく多かったんですよ。でもそれは、はい、それはみんなで本当コミュニケーション取りながら、いやこの時はじゃあもうサイドバックウィングバックっていうんですかね、その5枚のサイドが行こうよ、うん、じゃ逆にここはいけないからその時は中盤の選手が行こうよとかっていうのをやっぱコミュニケーション取ってよくしてった感じですね。だから最初は正直 5でやるってなった時にあのドイツ戦は正直ほぼ準備しないでやったんですけど、そうだよね、うん、やっぱでも人の選手の個性で、はいはいはい、じゃあ長友選手が三笘選手に変わりました、したらやっぱそこの個性はやっぱ前でやっぱプレーできる選手なので、うん、ってなると少しこう酒井選手が落ちて結局はまあ4枚気味になるとか、はい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 、で逆にそれで酒井選手が変わった後はもうどっちも高い位置まで伊藤選手も2枚とも行くんですけど、うん、まずは守る状況だったんで、うん、スタート位置は下がったとこからとかっていうのはみんなで話しながらやっぱやってましたね。前半の30分ドイツだったじゃん、前半の45分、はいはい、やばいなって思いました。あー見てる側はドイツ強え、うん、やべえ、はい、って思いました。僕はもう本当そういうなんていうんですかね、世界のトップオブトップの国と公式戦で試合したのが初めてだったんで、あこんな強いんだとは思いました。そうだよね。本気で思いました。うん、僕はもうドイツ代表の、まあ、チームメイトもいるし、はい、もう半分以上はもう対戦してる選手だったんで、うん、もうあの組み合わせが決まった時点でいや。大丈夫かあいつらめちゃめちゃ強いぞと思ってたけども、うん、そこでよく後半ひっくり返したなと思ったもん、ね、僕それと逆に知らなかったんでよかったかもしれない、その対戦経験がなかったんで、その試合の前とかは大丈夫かがなかったんですよ全く。で逆にいけるっていうか、そうもう俺らはいやもうそういう相手とかじゃなくて自分たちが勝つのが大事じゃんってしか思ってなかったんで。なるほどね。で逆に本当鎌田選手とか遠藤選手とか今やってますけど、うん、やっぱ彼らとかはいやこいついい選手だけどこういうとこもあるからねみたいな、いけるよみたいな感覚をやっぱみんなこう喋ってたんで、だから僕もなんかそれ聞いててああやっぱそんな感じなのかって、やっぱ日本人でもやっぱヨーロッパリーグ優勝してたりとか、うんうんそうですね、チャンピオンズリーグバリバリやってる選手とかも出てきてるので、なんかそこはこう今回みんなすごくなんていうんですかね、はったりじゃなくて本当に自信を持ってる選手がいて、それなんか僕も一緒になんか乗っかってっちゃった感じはあるかもしれないです。初ともだからまあ海外でやっててドイツよく知ってるっていうのもあるけど、うん、今回の日本代表そういう選手が多かったから。2002年でどんくらい？日韓の時で。日韓の時はだからヒデさんぐらい。あマジで？そっから多分みんな移籍してた。うん。じゃあそこからまたもっと出てくかもしれないね、日本の選手が海外、うん、だから海外出ていく可能性もあるし、そこ今回活躍した選手がもっと上のクラブとかね、うん、行く可能性もあるし。え、ゴンちゃんはそれ聞くの？それ聞くの？アホなふりして聞いてみたけど。アホじゃないでしょあなた。さらに話題はカタールワールドカップの SDGs の取り組みへ。今回注目を集めたあの話も。今回のワールドカップといえば最新技術が注目されていました。SDGs だね。一応ね。
番組としてね。SDGs だね。例えばスタジアムの冷却システムやビデオ判定、はい、VAR ですね。こういうの。ああ、なるほど。が進化した半自動オフサイド技術もありました。さらに7台のハイスピードカメラでボールがゴールラインを完全に超えたかどうかを判定するゴールラインテクノロジーなどは SDGs17 項目の中の9番ですね。9番だ。はい、産業と技術革新に当てはまります。はー、まあ、権田選手これに関して実際にプレーしてましたけど、どうでした？感じることとかありました？やっぱこうテクノロジーがなかったらっていうシーンが日本はたくさんあったので、うん、はい、間違いない。だそういうのは本当はあの、まあ、サッカーっていうものが正しくこう判定してもらえるっていうのは選手にとってはすごくありがたいなっていうのは思います、ね。うん、待つ時間をもうちょっとキュッてしてほしいよね。できれば、ね、そうですよね。俺ら見てる側はさ、うん、すごく長く感じるじゃん。長く感じる。だ選手はどうなの実際に？いや長いですよ。それこそスペイン戦の2点目とかの、うん、はいはいはい、あの間はすごく長かったですね。でもただあの時間は僕らはすごくこうプラスに使えてというか、それこそすごくイケイケだったんですよね、はいはいはい、もうみんなでこう前にアグレッシブに行ってて、うん、あれがもし入らなかった時に結構実は後ろディフェンス3人ともイエローもらってたんで、そうちょっと危ないねって話をしてたんで、だからその谷口選手が吉田選手とこれどうするっつって、このまま行く、うん、それともこれ入んなかった場合にもう一回引くみたいな話は谷口選手とできたので、逆にあの間がうまく使えたって今回はそういうこともありました、ね。そういうこともあるんだ。冷静だったんだね。そうっすね。なんかすごくこうみんな冷静でした。でやっぱコミュニケーションを取るっていうのが今回のチームの良さだったので、本当吉田選手もあの点が入ったりとか取られたりした時は一回みんなでコミュニケーション取ろうっていうこともやっぱ言ってましたし、やっぱこう集まってバーって行くじゃないですか、うん、その時も僕は行かないですけど、そのみんなやっぱコミュニケーション取って、でマヤとかそれこそ谷口選手とかがこうしようみたいなものを僕に伝えてくれてみたいな、全員でやっぱ意思統一するとかっていうのはそうっすねできてましたね。キーパーってさちょっと後ろにいるじゃん、点入った時とかやっぱ寂しいのちょっと。うん、まあやっぱその時はあの特に後ろ自分の後ろがホームのサポーターとかだとそっちと喜びます。やっぱその方々も遠いので。だってさドイツ戦の2点目とかさ、はい、もう浅野くんゴールの反対側まで行ってたじゃない、はい、ゴンちゃんこっちのキーパーだからさ、はい、寂しいのかなとか思ってた。要はあの時はあっち側が日本のサポーター側でこっちがドイツ側だったんで、その時はメインスタンドとかバックスタンドにいるサポーターの方がわーってなってるんで、そことガーってやってます。へえ、そうなんだ。で今回のワールドカップでは史上初めて女性の審判が、起用されました。史上初めてなんだあれは。そう。あ、そうなんだ。ワールドカップ初めて。ワールドカップでは初めてなのかな。まあそれは17項目のうちの5番、はい、ジェンダー平等を実現しように当てはまりますが、こういった取り組みどう感じました？まあ、レフリーって、まあ、やっぱどうしてもこう、まあ、男性のスポーツは男性が見るみたいな、女性は女性が見てありましたけど、うん、でもやっぱりこう男性にはやっぱ男性のこう、まあ、生活してきた中でのストロングが多分あって、女性は女性の多分ストロングがあるので、はい、だから僕もこう、まあ、レフリーってとこだけじゃなくて、うん、その代表のスタッフの中にも女性のスタッフの方とかいて、いるね、それきめ細かさとかはあの女性の方がすごいなんかあそこまで気が利くんだみたいなことがやっぱあったりするので、やっぱそういうのはレフリーの方は女性の方としたことが今までないので、ちょっとそこの感覚は分かんないですけど、まあ、繊細だったりこうレフリングでもこうバッて行きたくなりますけど、でもやっぱそういうところでまあちょっと落ち着いてっていう声かけとかは映像とかで見てるとすごいなんか優しさを感じる時があるので、そういうのはなんかこうねしっかりこうまあ味わっていくことはいいことなのかなと思います、うん、やっぱそのなんて言うんだろう、女性だからっていうのももちろんあるけども、能力的にしっかりしてるもんね、うん、あの審判っていうその能力もすごいしっかりされてる方だからワールドカップまで行けると思うし、違うところからワールドカップに選手としてじゃなくても関われる、僕らもインタビューとして関わってますけども、審判として関わるっていうのはこの後のなんかこう若い世代の女性の方の目標にもなっていくんだろうなみたいなのは思いましたね、はい、あの本当性別とか本当関係なく、じゃあ例えばですけど今後もしかしたら女性の監督が J リーグで出るとか、うん、なんかいや女性は女性じゃないと、なでしこじゃないとじゃなくて、うん、なんかそういう時代が本当来るのかなっていうのはすごく感じますね。 SDGs といえば権田選手が所属する清水エスパルスでも SDGs の取り組みを行っているそうで、あとは清水エスパルスでもSDGs の取り組みをされてるってことですけども、はい、そうですね、特にまあ選手がまあ関わってるところで言うと、まあ、本当は基本的なことですけど、あのペットボトルのキャップを、はいはいはい、あの資源を集めるだったりってこととか、あとはあの練習場だったり、まあ、静岡の海が
多くて、三保の海岸とかが三保半島で練習してるので、そこをあのみんなでサポーターの方と一緒に清掃したりとかっていう、そういう取り組みはエスパルスでは。あ、じゃあそこをサポーターと一緒に。そうですね、はい、もう企業さんとコラボしてもうみんなでその SDGs の取り組みでって言って、三保の海岸をみんなで掃除したりっていう活動はやってます。なんかそういうの、まあ、ここの番組でも取り上げたけど、やってるクラブは取り、うん、あのサポーターの方と一緒にやってくれてるクラブもあるから、もっと増えるといいですね。ね、そういう取り組みっていうのが増えていくとね、はい、よりいいかなと思いますね、はい、次回の SDGs スクール特別編は、引き続きワールドカップの激戦を振り返りつつ試合の裏側について語ってもらいました。結局 PK って話は運命の PK 戦にも。さらに内田くんが日本サッカーに欠かせない存在だと語る人物とは。